なかかったんすかいやだから僕があの怒らせすぎちゃってあのー、あ当日あの裏側のカメラが入ってたんですけど、はい、その裏側のカメラがあのー、追いかけてきてこう控室に戻った時に富澤を撮ろうとしてたんですけど、はい、だからもう怒りすぎて「お前ちょっと今撮るな」みたいなやっちゃって<え>裏側のカメラまでどかしちゃうみたいな。 へそ裏側のカメラ、どかしてどうするんですか、井原さんをどうかしようと思ってすかあの、控室でこもらせてくれっていう、あの <laughs> 井原さんと富澤さん、二人でこもらせてくれって。あ違,う違,う違う、違う、あの違う、もう一人、もうそれはもちろん控室別なんで、裏側のカメラって、やっぱそういうところも回したいじゃないですか、その裏側のカメラのインタビューも無視するぐらい、ちょっと一回、頭冷やさせてくれっていうぐらい、切れてたっていう話です。 <laughs> なんでそんなに怒らせたいんですか、伊原さんは。盛り上げたいってことですか怒らせたいとかないですけど、気づいたら勝手に怒ってるみたいな感じですね。だから、ちょっとあの戦う相手に塩を送るじゃないけど、僕、ちょっとチョコレート買ってあげようかなと思って、今度。<laughs> で、結果やってるだろうから、もう牛乳も買ってって、ちょっとなんかまあ、治癒に励んでほしいな。 オーディションの予告に出てた、え、伊原さんからビンタしたんだっけあ,あ、富田さんがなんか、伊原さんのほっぺ、ポンポンってやったんでしたっけで、あいつが、もうフェースオフの時に、俺になんか、ピンピンってビンタしてきたんで、まあ、軽くですよ、あの多分、軽くのビンタなんですけど、その時には、俺からしたらムカついたんで、100倍ぐらいの力でバチンってぶん殴ってやったっす。え、<laughs> そのあとどうなったんですかそのの後もあのー 二人でもうちょっと乱闘気味ですね。その後の映像多分出ると思いますよ。やってくれますね、本当に。いやいやいや、あいつが悪いですそれに関しては。手出すなって言ってるところであいつが先に手出してきたんで。でもちょんちょんだないですか。いやでもそのちょんちょんのはちょっと挑発ですよ。ああ<ー>。でもまあまあ向こうから手出してきたんでまあそんぐらい怒ってんじゃないですか。どどうですか金城さんこの怖いもの知らずの少年は。 いやーめちゃくちゃいいですよね、やっぱり。<laughs> 合ってます。<laughs> なんで意気投合してるんですか、お二、はい、人は。ええー、もう意気投合してますよ、とっくに。変わってるもの同士だから。<laughs> 変わってないですよ、僕らが正常ですよ、そっちが変わってるえ、で他のフェイスオフは盛り上がらず、やっぱり井原、富澤の二人がだけしか盛り上がらなかったんですか 決まってるじゃないですか。僕があの4人の中にいなかったら、葬式ですよ。わ <laughs>、えー、かるじゃないですか。普通にどう考えたって。まあ、仮にですよ。仮に僕が負けて、カズキングが上がっててくださいよ。上がってみてください。その4人並んで、もうあれですよ。ツヤです。ツヤ。本当にうチーンです。本当に。逆にありがたく思ってねって感じですよ。あの、富澤とか、あの辺とかには。ああ、他の選手。トーナメントに目が向くようなことをしてるのは僕なんで。